というわけでね、ホテル着きましたね。なかなかいい感じなんですけど、これちょっと今までで一番豪華かもしれない。見てくださいこれ、やばくないですかこれ。これ5つ星のホテルなんですけどね、多分この市で多分トップクラスのホテルじゃないですかね。めちゃめちゃいい感じですよこれ。プール付きっていうね。やばないですかこれ。やばいですねこれ、めちゃめちゃ良くないですか。最近プールあると、まあ今ちょっとなんかシーズンオフかなんかで今ちょっとね泳げないらしいんですけど、プールあってなおかつね、ジムもホテル内にあるし、ジムあるわ、このキングサイズですわ、素晴らしいんじゃないですかこれ。これやばいでしょ、なか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 ですよこれ。出ましたよ俺、バスタブ付き。ちょっとねこれめちゃめちゃ待遇良すぎでしょ。こんなところに3ヶ月も住んでいいんですかね。僕待遇良すぎじゃないですかこれ。このキングサイズですよ。さすが違いますね、さすが100億円、日本円にして100億円の投資額だけありますね。今回の映画ね100億使ってるらしいですからね、さすがお金のかけ方が違いますよね。飛行機も VIP でね、ホテルも VIP でいいんですかね。こんな VIP 待遇で僕いいんですかこれ。ちょっと大丈夫ですか、こんな最高じゃないですかこれ。ちょっとベッドどんな感じなんですかね。ほーん、あれちょっと硬い。ちょっと硬いですねこれ。もっとすげえふかふかベッドを予想してたんですけど、ベッドが思った以上に硬かったですね。もうちょい柔らかいと思ったんですけど、ベッドはそんなのなかったですね。いやーでもこれだったらね、もう3ヶ月余裕じゃないですかこれ。2週間隔離我慢した甲斐があったんじゃないですかね。素晴らしいですね。これ洗濯機とかあるんですかね、ちょっと聞いてみますか、電話で。洗濯機ありますかっつって、ちょっと聞いてみますか。え、你好、え、那个酒店里有洗衣机吗？あ、没有洗衣机。洗衣房。付费多少钱？哦，好的。好，谢谢。あ、洗濯機は残念ながらなかったみたいですね。マジか。洗濯機あればよかったんですけど、まあ、しょうがないですね。また手洗いですか、服は。まあでもそこは我慢するとしても、バスタブ付きは最高ですね。とりあえずちょっとこれ、なかなか、いい感じに優雅に過ごせそうですね。最高じゃないですかこれ。マジでなかなかじゃないですかこれ。最高っす。いやー久々のバスタブですね。久々のお風呂ですわ。シャワーじゃなくて、いやーいいっすねこのバスルームがあるってのはやっぱいいっすね。ちょっと横にトイレと別にしてほしかったんですけど、もうしょうがないですね。中国式はこんな感じですね。トイレとお風呂一緒にあるって感じですね。こんな感じで。こういったのがいいですかね。いやー、いい感じですわ。しかし、お風呂がぬるいですわ。残念ながら風呂がぬるいっていうね。これはお湯出ないのかな、これ。あとでちょっと聞いてみますかね。お湯めっちゃぬるいんですけどっつって、もうちょっとあったかいお湯って調節できないですかっつって、風呂のね水温がねぬるすぎるんですわこれ。こんなぬるい風呂あんのかって、ちょっとぬるいねこれ。お風呂入れんのはいいけど、ちょっとぬるいかなって感じだね。まあとりあえず、はあ、これであとどんぐらいいるんですかね。僕の撮影は1ヶ月ぐらいで終わっちゃうのかな、それとも2ヶ月なのか3ヶ月なのか。一応なんか契約期間はね、9月の、まあ、今日9月27日ですか、今日からだいたい10月、あ、じゃないや、だいたい来年の1月15日ぐらいですかね。
なのでまあ3ヶ月半ぐらいですかね、約100日間ぐらいですかね、100日契約ぐらいかなって感じですね、うん、まあでもこのホテルだったらね、まあ全然 OK じゃないですか。ジムもあるし、飯はタダだし、ね、まあ、洗濯は手洗いでいけば、あとは、ね、YouTube の動画をいっぱい撮りまくってね、もう至れり尽くせり石川せりって感じじゃないですかこれこれ石橋貴明的にはね、至れり尽くせり石川せりって感じで、ね、いやーいい感じですね。これはあとはこのお湯がね、お湯がもうちょいねあったかかったらよかったんですけどね、ちょっとぬるいかなって感じですかね。湯加減ではないですけど、いい湯だなではないですけどね、まあ、とりあえずないよりマシか。というわけでですね、今湖南省のね、その撮影隊の撮影組の、まあ、ホテルにいるんですけど、弁当が届きましてですね、こちら日本少将って書いてますね日本の軍人少将のお弁当ってことすごいですね。これなんかボックスできましたよ、なんかまさかのボックスでこんな感じですよ。すごくないですかこれ。これなんですよ、これシャインマスカットじゃない、まさかのシャインマスカットとスープ、あ、白米ありましたね。白米あったんですね、もともと僕が取り忘れてただけですから。それからお肉出ました、シーホンシーチャオジータン、そして野菜、それからエビと人参とこの何ですかね、野菜ですかね。結構てんこ盛りですね。すごいですね、ちゃんとボックスでくれるっていうね、めちゃめちゃしっかりしてるじゃないですか。ちょっとお弁当リポートしますか。豪華じゃないですかこれマジで。まさかあのだってシャインマスカットありますよこれ。ちょっと一個いただいていいですか。いただきます。うん。うまっ。まさかのシャインマスカットありますからね。ではまず、ペプシ、ノンシュガーペプシコーラからいただきます。ノンシュガーペプシコーラいただきます。ペプシマーン、まあ、軽く滑ったところでね、いただきますか。いやーこれね、ちょっと弁当のレベルが違いますねこれ。まさかの、さすが100億円の予算がある組だけあってね、全然レベルが違いますね。まさかのね、すごい豪華さが違いますね。ではいただきます。いただいていきますか。じゃあまずこちらの中国で一番家庭的な料理といえばこちらですね。てるん、シーホンシーチャオジータンですね。シーホンシーチャオジータン、トマトと卵の炒めですね。トマト卵炒め、これね、もう中国の代表的なね、僕でも作れるんですけど、卵を炒めてね、トマト炒めて、でちょっとケチャップとかね、あと何ですか、でんぷんとか入れて、それでまあ好みですけどね、塩で味付けする人もいれば、砂糖でね甘くする人もいるんですけど、僕はどっちも好きですけどね。どっちかというと僕甘系が好きですかね、甘い砂糖系が好きですけど。いただきます、久々のシーホンシーチャオジータン。うん、眉うまっ、これちょっとめちゃうまですね。シーホンシーチャオジータン、これだけでご飯何杯でもいけますね。うん、あ、これちょっと塩系のやつですね。ちょっと若干しょっぱ系、まあ、あと多分ケチャップも入ってるのかなこれ。うん、もう素材の味がね、うん、トマトと卵の素材の味がすごくいいですね。うまっ、やっぱシーホンシーチャオジータンうまいわ、最高ですね。僕が多分中国の家庭料理で一番好きな
のがこの資本主義チャオジーなんですね。まあ、日本人といえばね、なんか日本人が見るそのイメージする中華料理ってなんかエビチリとか麻婆豆腐とか、まあなんか天津飯とかね、なんかチンジャオロースとか、まあ小籠包とかいろいろありますけど、基本的にね、あれ中国の家庭料理じゃないですからね、マジで。あのアメリカ人がこのイメージする日本のね、寿司みたいな、天ぷらみたいな、トロみたいな、ね、あのカリフォルニアロールみたいな的なね、ああいうイメージだと思いますけど、それと一緒でちょっと誤解してますけどね。基本エビチリとかね、まあ、麻婆豆腐はたまに食いますけど、エビチリとかは まず食わないし、エビチリってそもそも売ってないですからね。エビチリ探してもどこにもないですから、あれ日本人が考案したものなんで、ね、天津飯も日本人が考案したもので、天津飯はないですからね。天津飯といえばもうドラゴンボールですから、天津に行っても天津飯売ってないですからね。これがね、ザ中国の家庭料理ですよ、中国といえば。次こちらのお肉いきます。肉料理です。いただきます。うん、うまっ。うん、これうまいっすね。なんだろう、これ豚肉かな、豚肉ですかね、これなんでしょう。結構柔らかくてね、肉が。うん、うまっ。今日は当たりですね、今日のランチ当たりです。最高ですね。次こちらの、なんすかね、白菜ですかね、白菜のちょっとなんか醤油で味付けされたやつですかね。うん、これもまあまあですね、悪くないですね。白菜がちょっと醤油に染み込んでますね。うん、続いてこれエビですね。エビと人参となんかウリの炒めですね。いただきます。うん、悪くないですね、全体的に。うん、まあ、やっぱりベストはこれですね、この資本主義チャオジータンですね、このトマト卵炒め。これはどう考えてもね、ベストオブベストですね。今日のベストこちらですよ。もうこのね、トマトと卵のね、この炒めたこれが合うんだな、またご飯にかけてね、これがうまいんだわ。うん、合うわ、めちゃめちゃ合いますね、最高。これで毎日過ごせるぐらい。うん、やっぱりね、やっぱり中国人のソウルフードですね、これは。家庭料理ナンバーワンといえばもうこの資本主義チャオジータンですよ。作り方めっちゃ簡単だからね、しかもね、トマトと卵炒めてご飯に乗っけるだけですからね。うん、うまっ。これなんで日本で流行んないのかね、これ。これこそね、これこそ日本の中華料理屋に載せるべきメニューですよ、これ。うん、絶対日本人好きだと思うな。斬新だよね、このトマトと卵を炒めるっていうのはね、全部のせてトマトと卵を一緒に炒めて混ぜて食べちゃうっていうね、これ考案した人なかなか天才ですよね。これ流行るでしょって感じですよね。しかもすごく安上がりだしね、これ。うん、美味しい。おいしいこれ。うん、なんかね、安いしね、しかもこれだいたいどんぐらいだろう、レストランで食べたら普通18元とかそんぐらいかな、20元しないぐらいかな、だから、まあ、350円とかね、400円いかないぐらいでこの料理食べれますから。うん、うまい、そういう感じですね。
って感じなんで、まあ、皆さんぜひね、あのまあちょっと日本でね資本主義チャオジーターン探すの難しいと思いますけど、まあでも本場のもうネイティブっていうか、その中国のガチの中国人が経営してて、ガチのその中華料理屋ですかね、その日本でいういわゆる中華料理屋さんじゃなくて、もう本当にあの中国人がやってる家庭料理屋さんみたいな、家庭的な家庭料理食えますよ的な店だったらあるかもしれないですね。だから、まあ、池袋とか上野とか、まあ、西川口とかね、あの辺の中国人が経営してるなんかもう露店とかでね普通にやってるような、何ここみたいな、ザリガニ売ってんじゃんみたいな的な、ザリガニ食っちゃうの的な感じで探せばあると思いますね。そこにこのトマト卵炒めが、それ食べたらねハマっちゃうと思うんで、ぜひ皆さん食べてみてください。というわけでありがとうございました。いやーやっぱねコーラうまいわ。